ケーレブ・アンソニー・スミスは、アメリカ合衆国テキサス州ウォーカー軍、ハンツビル出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。MLB のアリゾナダイヤモンドバックス所属。2013年の MLB ドラフト14巡目で、ニューヨークヤンキースから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 スタテンアイランドヤンキースで、プロデビュー。AA 級、トレントン・サンダーでもプレーし、 二球団合計で14試合に登板して1勝2敗、防御率1.93、57奪三振を記録した。2014年は、A 級チャールストンリバードックスと、A 級タンパイアンキースでプレーし、二球団合計で27試合に先発登板して10勝9敗、防御率3.67、116奪三振を記録した。二千十五年は、A 級トレントンとトリプル A 級、 スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースでプレーし、2球団合計で26試合に登板して10勝7敗、防御率3.47、96奪三振を記録した。2016年は a 級トレントンでプレーし、27試合に登板して3勝5敗3セーブ、防御率3.96、70奪三振を記録した。 2016年12月8日にルール5ドラフトでミルウォーキーブルワーズから指名、さらにトレードによってシカゴカブスへ移籍したが2017年3月28日にウェーバー工事されたためルール5ドラフトの規約で同日中にヤンキースに戻ることとなった。2017年シーズンは開幕を A 級トレントンで迎えた。トリプル A 級 スクラントン・ウィルクス・バリを経てから7月16日にメジャー契約を結んでアクティブ・ロースター入りし、翌17日のミネソタツインズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは9試合に登板して0勝1敗、防御率7.71、18奪三振を記録した。2017年11月20日にマイケル・キング及びインターナショナルボーナスプールとのトレードでギャレット・クーパーと共に マイアミ・マーリンズへ移籍した。2018年は16試合に先発登板して5勝6敗、防御率4.19、88奪三振を記録した。2019年は6月に一時戦線離脱したものの、ほぼ先発ローテーションを守り抜き、10勝11敗、防御率4.52、168奪三振を記録。初の2桁勝利を達成した。 2020年8月31日にスターリング・マルテとのトレードでウンベルト・メヒア後日発表選手と共にアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。フォーシームを中心にスライダー、チェンジアップを交えて組み立てる。ありがとうございます。